はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、ということで、そのキャッチャーミットあるじゃないですか。で、去年やりましたね。どのミットが一番音出るのかというところで、まあ、1年ね、いろんなミット、去年使ってきました、と言いつつ、基本的にはカムイミットだけでした。はい。では今年はね、新たに水のプロだったりとかプロステータスっていうのを購入して、まあ、あとはピッチング練習中とかは回線モデルで受けて、試合中に取りやすいかなっていう風な感じで、いろいろ、まあ、一応試合で使ってたのはカムイミットだったんですけど、いろんなミット使ってきたりとか、新たなミット手に入れてきたりとか、まあ、公式取材の時はまあね、引き続き、こちらの GS ミット、使わせていただいたりだとかっていうのがあったので、まあ、ちょっとね、また1年経ってみて、その時とまたなんか変わってるかなとか、新たに買った2つもこっちに関しては、試合デビューしちゃったりとかしてるので、まあ、去年と同じにはなっちゃうんですけど、ミット取り比べていきたいなと。で、今年の相棒により近いのはどれなのかなっていうのをね、探っていこうかなと思います。では、ちょっとまた軽く1個ずつ復習かってな紹介、自分への復習もかってね、紹介していこうかなと思うんですけども、こちらカムイのすっごい前から使ってる、もう自分の手の一部みたいな、ミットで、ほぼほぼやっぱこのミット離れられずにずっと使ってきたような感じのミットで、これがまあ去年はほぼ使わなかったかな、球が遅い、どっかの誰かの球を受けるときに数試合使ったかなっていうような、スラッガーのキャッチャーミット青いとね、東京支店でオーダーしたミットで、これが、まあ、試合じゃマジで使わなかった、試合じゃマジで使わなかった、開拓屋選手モデル。ただ練習中なんかはこのミット使って、まあ、浅いミットだからキャッチング、深いミット、カムイミットに変えたときに取りやすいようにっていうので、使ってた。で、GS ミット、こちらは公式取材とか、まあ、翔平さんとかと公式キャッチボールやるときなんかに、使ってた、今年もね、取材のときにこちらのミット使って、取材ブルペン入らせてもらったりとかってあります。これが年末に買った Z プロステータスのキャッチャーミット。こっちはまだちょっと使い切れてないんで、あの時から柔らかさあんま変わってないですね、正直言うと。まあ、でもちょっとずつ、ほんのちょっとずつはやっぱ使ってるので、まあ早めに仕上げていければなっていったような。で、ラストはこちら、新しい試合用に一番近いのかな、叫びミットの MR 型水のプロですね。まあ、これは最近ちょっとずつ試合でも使い始めているミットなので、まあ、ちょっとこれら6個を使ってキャッチングの方をやっていこうと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあちょっとね、浅いミットから使っていこうかな。はい、選手モデルからいきます。柔らかくなったわ、だいぶ柔らかくなった分、ちょっと深くなってる。そんな、あー、やっぱむずいわ、やっぱむずいわ。ちょっとその熱心で取らないと、浅いから。ただ手元で取ってる感はあるね、浅いから。試合で使えるようになったらめちゃくちゃ上達した証になるんじゃないかなと。へー、あー、こっちで取るのはむずいね、やっぱ。やっぱこっちのボールは縦取りがね、どうも取るもん、やっぱ縦だ。じゃあちょっと次スラッガーに変えていきます。やっぱ浅いんですけど、スラッガーの方がボックスだから低めのボールなんかは取りやすいかな。横に行こうとするとこうなるよ。へぇー、気持ちよかったけど。 GS 使っていきます。やっぱね、張りがえげつないから、公式で取る分にはマジで今ちょうどいい、本当にベストの状態。何で体勢の話してる。やっぱ今のだったら横でも取れる、この GS リップだったら。しっくりはくるわ、横手は取れるとはいえ。へぇー、今のはちょっとウェブ下に落ちて、でもウェブ下の安心感も半端じゃない、やっぱ。じゃあちょっと今育成中のこちらのプロステータスで、これもね、キャッチボールでは加工入動画で出したんですけど、まあ、キャッチングできるぐらいまでにはなったかなっていうので、ちょっとキャッチングやっていきます。
あー、まだ出るか。やっぱ、音えげつねえ。あー、ちょっと動くな。そう、深いミスって音になりづらいはずなんですけど、 Z が数年前からね、親指の芯が若干薄めになったんで、そういう点、取る前に当たらなくなったから音も出やすくなったっていうのがありますね。埋まってる感はある。やっぱ操作もしやすい、大きいミットだけど操作しやすい。もうちょっと柔らかくしていく必要があるかなって感じですね。先に MR 消したってます。これはもうね、試合でもデビューはしてるんですけど、ちょっと苦戦してます。キャッチングっていう点では自分の中ではすごい感じます。なんか Z 取った後だと重く感じるな、音が出るんですよ。出るんですけど重い音が出る。そう、なんか今苦戦してるって言ったのは重さ。どうしてもやっぱカムイとか GS とか軽いミットを使ってたっていうので、軟式よって軽いは軽いはずなんですよ。でも革の厚さがリズムがあるのでちょっと重さを感じるので、低めのボールの吸い上げっていうのが若干難しいかなっていう感じがします。ほらこれ今のボール多分取りって押して取りって。あーでもね、どのミットよりかも指下呼吸での安心感もある。じゃあラスト絶対王者打っていきます。カムイミット、これが一番公式ミットみたいなことするんだよ。使い込んでめちゃくちゃオイリー感があるからだけど、マジで本当に、まあね、壊れなかったらどんどん使っていきたいミットなんですけど、もうやばいから。ウェブ下で撮った、ここで撮ったっていうのが全部伝わってくる。きたー。音は鳴らなかったけど呼吸の形としては今の別に悪くないと思って、キャッチングやってきましたがあ、こいつなんだよね、どうしてもどうしても。だから早く見つけなきゃいけない、カムイミットの後継者を早く見つけなきゃいけないっていう点でちょっと焦ってますと。まあ、取った感想一つずつ言っていくと、まあ、浅いね、浅いけど柔らかくなった、去年より、1年前より柔らかくなったので、そういう点に関しては前よりかは取りやすいと言ったような感じです。対戦試合で、まあ、試合前とか練習とかで浅いミットでまず鳴らしてっていう、トレーニングミットみたいな役割で一旦、まだまだって本当に柔らかくなって、僕の技術も上がっていったら試合でも使っていきたいなと思います。でスラッカーに関しては、まあ、ボックスミットなので、浅いミットの割には低めもすごい取りやすい、そこは変わってないかなというふうな感じをしました。で、はい、GS ミット、これも、まあ、公式取材の時とかは蘇生して使ってたので、やっぱ少しは柔らかくなっています。公式はもう本当にガチンといけるんですけど、軟式を使う上には、まあ、それをこそね、公式で取材行っても受けることってがっつり受けることはそんなないので、まあ、もっともっと、もし公式取材あったらそっちにしてみるとか入らせていただければなと、いうので、皆さんぜひ、今後取材考えてくれている方はぜひお願いしますってことです。まあ、軟式でも取れなくないかな、ちょっと土手の、柔らかさをもうちょっと、仕上げていければ軟式でも全然使えるんじゃないかなと思います。硬いけど針ナンバーワンの Z プロ製です。はい、こちらも、まあ、撮ってみた感じで購入しました動画で、キャッチボールを教えてきた時よりかは全然撮れるかなって感じはあるんですけど、まだちょっと実践で、下ろすのには早いかなといったような感じでした。ただね、これを実践で下ろして使ったら、まあ、大きいですし、比較的しっかりとしたポケットあって、なおかつ親指芯がこれは薄めなので握り替えも、しやすいのかなっていうのもあるので、で最後、はい、水のプロ、こちらに関しては、まあ、柔らかくはなりました。もう全然柔らかくはなったんですけど、やっぱ低めのボールっていう点で今までと親指芯が浅い、ミットを使ってきたっていうのと、どちらかというとコンパクトめ、で、革も薄めの、ミットを使ってきたっていう点だと、今までと、まあ、これは MR なんでオーソドックスな方ではあるんですけど違うなと
というのがあるので、これに関しては慣れかなと。あとはポケット、っていうのをなるべく早めに、作っていって、もう試合では使っているので、本当に今のところは後継者かなっていうありますので、本当に早めに、実践、大会デビュー、っていうのができるようなミットにしていただいたかなと思っています。なので、まあ、去年との違いっていうのも、やっぱ1年間使ってきたらミットって、どんどん自分の手の感覚でも変わってくるものだと思います。ただね、この時期多分ミット、買って今出してるって方ももちろんいらっしゃいますし、高校生も、まあ、ポジション決まったし、2年生特に新2年生なんかは、ポジションも決まってある程度ね、立ったので、キャッチャーミット、もう1個、2個目か買うっていう人もいるかもしれないですし、3年生で今からキャッチャーミットはそんなにいないかな。ミットが自分の使い方に合っていくっていうような、捉え方なので、それこそ1年間で僕もキャッチングのスタイルも変わりましたし、ミットと一緒にミットも変わっていくっていう、感じだと思いますので、ぜひぜひ、その自分のミットの成長過程も楽しみに、ご自身で、ミットの成長過程も、楽しみにしてもらえればなと思います。はい、ということで本日はこちらのねミット使って、キャッチングの方を、研修じゃないですけどプログラムの方をやってきました。この動画になったらチャンネルのコメントでございます。よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょーよーし、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。